コラボと WBPC に関する、ヤバすぎる闇が、発覚してしまいました。こちらの図は、チョックリー様のツイートから引用しています。若年被害女性など支援事業は、厚生労働省から東京都に補助金が出ていて、その東京都が WBPC に事業委託をしています。WBPC の委託事業費は、5割を東京都が負担し、残りの5割を国が負担しています。つまり東京都民だけでなく、国民全体に関係のある問題なのです。委託事業にどの団体を選定するかが、非常に大事になってくるじゃないですか。それなのになぜこんなガバガバな4団体が、選ばれてしまったのでしょうか。疑問に思いませんか。暇空茜様のツイートから引用します。何がヤバいのかまとめ。東京都の若年被害女性支援事業は本来公益事業として入札とか企画提案で決定しなければならないはずなのに、特に理由もなく脱法で WBPC だけに受託させていたっぽい。領収書がないとかの次元じゃなくて、契約の仕方が疑惑そのものの可能性特大。ゆり子、お話しよ。川松都議が以前、委託事業が始まった経緯から調べなければならないとおっしゃっていました。当時はあまりピンとこなかったんですが、まさかね。そもそもなぜ WBPC が選ばれてしまったのか、なぜあんなガバガバ会計が通っているのか、言い訳ができるほどの会計書類すらないのはなぜなのかなど、疑問はつきません。宇佐美のりあ様のツイートから引用します。これは本当にヤバい話と思うよ。いくつかの資料は本当に目を疑った。ただの NPO が理由もなく公的団体として、政府、東京都から特別な扱いを受け優遇され、公金を審査もなく当てがわれてる。これを利権と呼ばずして何が利権か、そろそろオープンになってきたから言うが、東京都は理由なく WBPC4 団体との契約を、広報上の契約に類する契約、として特別扱いしてて、審査もなく管理もせずに公金を無条件に垂れ流してる。さらに東京都は今このスキームを急拡大しようとしていて、絶対にこれは止めなきゃいけない。まさに福祉利権。今の時代にどうは利権みたいなことをやろうとしている人が実在するんですね。共産党と強いつながりがある二刀夢の様がもし温泉娘を燃やしていなかったら、表沙汰になることはなかったのかもしれません。吉峰康平弁護士の見解を要約すると以下の通りです。東京都は WPBC との契約を売買、貸借、請負その他の契約ではないと強弁して、法律の規制を無視している。広報上の契約については、以前からツイッター上で話題になっていましたね。末永ゆかり様が広報上の契約に関する公文書の開示請求を行っています。末永ゆかり様のツイートから引用します。厚労省担当課へ、広報上の契約について質問したところ、厚労省から自治体へ、広報上の契約とすることなどは一切指示していないとのことでした。東京都の下記文書、厚労省の要項にこう記載されているから、広報上の契約に類した契約とするとありますが、都の独自判断のようです。ちょっと、これは一体どういうことなんですか？説明してください、ゆり子。宇佐美のりあ様の反応がこちらです。これは重大な事実、厚労省ではないとして、一体誰がどう政治的に働きかけて、東京都と WBPC との契約を、広報上の契約に類する契約としたのか、明らかにしなければいけない。もう一度整理すると、東京都の主張と、厚生労働省の主張が矛盾しています。東京都は、広報上の契約にしろって厚生労働省に言われたんを、と主張している一方で、厚生労働省は、そんなこと言った覚えないんを、と主張しています。なんやこれ一体、頭おかしなるで。果たしてどっちが嘘をついてるんでしょうね。何らかの伝達ミスによる勘違いとかだったらまだ良いんですけれど、WBPC からまだまだ目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。